皆さん、こんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日は Excel の住所録のシートをコピーしたり、コピーしたシートを別なファイルに切り離して保存をしたり、不要なシートをファイルから削除する方法についてご案内したいと思います。パソチャ TV 始まるよ。画面をご覧ください。画面は年賀状用の住所録です。自分の住所録の他に家族のハガキも印刷してほしいと頼まれて、家族用の宛名の情報もこの一つの表に入力されています。この住所録には4種類の差出人の住所録が入っています。差出人はひろみさん、たみこさん、きみおさん、ひろみさんとたみこさんの連名という4種類です。これらを差出人ごとの住所録に分けたいと思います。なお、この動画で表示されている氏名や郵便番号、住所といった個人情報はすべて架空のものです。では、まずこの差出人の差出人ごとにこの住所録を並べ替えをしたいと思います。住所録の項目の中の差出人、こちらをクリックしておきます。データタブをクリックします。並べ替えとフィルターの中から照準、こちらのボタンをクリックします。差出人の名前ごとに宛名の情報が並び替えられました。差出人はきみおさん、たみこさん、ひろみさん、ひろみさんとたみこさんの連名というふうに並び替えができました。ではこのシートをコピーしていきます。シートの見出し、画面では住所録家族と書かれたシート名、こちらにマウスをポイントします。マウスをポイントしましたら、キーボードのコントロールキーを押しながらマウスの左ボタンを押します。画面のようにマウスの形がこのようにプラスのついたメモのような四角い紙のような記号が出ましたら、キーボードのコントロールキーを押したままマウスを右の方にドラッグしていきます。右の方にドラッグしますと、このシートの見出し、住所録家族の右肩に下向きの黒い三角が表示されます。画面のようになりましたらマウスを離します。続いてコントロールキーを離します。住所録家族括弧2というシートが出来上がりました。もともとあった住所録家族のシートと中身は全く同じです。コピーをされた状態です。では同じように住所録家族括弧2をコピーしていきます。住所録家族括弧2というシートの見出しにマウスをポイントします。キーボードのコントロールキーを押しながらマウスの左ボタンを押します。画面のような記号が出ましたら、マウスの左ボタンを押したまま右へとドラッグしていきます。住所録家族括弧2の右肩に黒い下向きの三角が表示されます。画面のようになりましたらマウスを離してからコントロールキーを離します。住所録家族括弧3ができました。では同じようにまたコピーしていきます。住所録家族括弧3にマウスをポイントします。キーボードのコントロールキーを押しながらマウスの左ボタンを押します。画面の記号が出ましたらマウスを右の方にドラッグします。住所録家族括弧3の右肩に下向きの黒い小さな三角が表示されましたら、マウスを離してからコントロールキーを離します。
住所ロック家族括弧4ができました。マウスを離す前にコントロールキーを離してしまいますとコピーをすることができませんので、マウスを離してからコントロールキーを離すという練習をしていただければと思います。ではもう一つコピーします。住所録家族括弧4にマウスをポイントします。キーボードのコントロールキーを押します。マウスの左ボタンを押して画面のようになりましたら、マウスを右の方にドラッグします。住所録家族括弧4の右肩に下向きの黒い小さな三角が表示されましたら、マウスを離してからコントロールキーを離します。住所録家族住所録家族括弧2括弧3括弧4括弧5という5枚のシートが出来上がりました。内容はすべて同じものです。では住所録家族括弧2をクリックします。こちらの見出しをクリックしますと、シートの見出しの下の方に下線が表示されます。このシートが選ばれているということになります。では住所録家族括弧2のシート名を差出人のこの君雄さんに直していきます。住所録家族括弧2シートの見出し、こちらをダブルクリックします。文字の色が反転しましたら、キーボードのバックスペースキーを押します。カーソルだけがチカチカしていて入力されている文字が消えた状態になります。ではこちらに差出人の名前、君雄さんの名前を入力しましょう。入力モードは日本語アにしていきます。入力モードが日本語になっていない場合は、キーボードの半角全角キーを1回押して入力モードアにしておきましょう。では入力します。入力ができましたら一度エンターキーを押します。入力した文字の右側でカーソルがチカチカしています。この状態でもう一度エンターキーを押して確定します。シート名が変わりました。続いて住所録家族括弧3、こちらの見出しをクリックします。住所録家族括弧3のシートが選択されましたら、こちらのシートの見出しの名前を変えていきましょう。今度は差出人タミコさんの名前にしていきます。住所録家族括弧3のシートの見出しをダブルクリックします。文字が反転しましたら、キーボードのバックスペースキーを押します。カーソルだけがチカチカしている状態で名前を入力していきます。入力しエンターキーを押しますと、名前の右側でカーソルがチカチカしています。この状態でエンターキーを押してシート名を確定していきます。住所録家族括弧4、こちらも同じように直していきます。差出人の名前ひろみさんをシートの見出しの名前にしていきましょう。住所録家族括弧4のシートの見出しをクリックします。ダブルクリックをしますと文字の色が反転します。キーボードのバックスペースキーを押してひろみと入力します。できましたらエンターキーを押します。もう一度エンターキーを押してシートの見出しの名前を確定します。最後に住所録家族括弧5、こちらはひろみタミコ連名という差出人と同じ名前にしていきます。では住所録家族括弧5のシート名見出しをクリックします。選択ができましたらダブルクリックをして、文字の色が反転しましたらキーボードのバックスペースキーを押します。ひろみ中天タミコ連名と入力します。連名の名の右側でカーソルがチカチカしています。エンターキーを押してシートの見出し、こちらを確定していきます。これでシートの見出しの名前が変わりました。
中身はまだ変わっていませんので、これから中身を変えていきます。それではシートキミオさんをクリックします。今回は差出人キミオさんの宛名情報、こちらを残していきます。他の差出人の宛名の情報は不要ですので削除していきます。では行5から行12までドラッグして選択します。差出人キミオさんの宛名の情報だけを残します。ホームタブをクリックします。セルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックします。シートの行を削除、こちらをクリックします。そうしますと選択したシートの行が削除され、差出人キミオさんの宛名情報だけが残りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いてシートタミコさん、こちらをクリックします。行3から行4をドラッグします。ホームタブよりセルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックします。シートの行を削除をクリックします。差出人キミオさんの宛名情報が削除されました。行6から行10をドラッグして選択します。ホームタブよりセルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックして、シートの行を削除をクリックします。差出人タミコさんの宛名の情報だけが残りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。シートひろみさん、こちらをクリックします。行3から行7までドラッグします。一度マウスを離します。キーボードのコントロールキーを押しながら行11から行12をドラッグします。マウスを離してからコントロールキーを離します。行3から行7と行11から行12が選択されました。このように途中の行を選択しない場合はキーボードのコントロールキーを押しながら選択します。ホームタブをクリックしてセルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックします。シートの行を削除をクリックします。ひろみさんの宛名情報だけが表示されました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。ひろみさん、たみこさん連名のシートをクリックして選択します。この下の2行だけ残していきます。行3から行10までドラッグして選択します。ホームタブよりセルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックし、シートの行を削除をクリックします。差出人情報がひろみさん、たみこさんの連名の宛名情報だけになりました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。これでそれぞれシートの見出しと差出人の宛名情報のシートができました。一番左は全部混ざっている情報になります。ここまでよろしいでしょうか。では差出人キミオさんの宛名情報だけのこのシート、こちらをこのシートだけを別なファイルに保存します。シートキミオさんの見出しの上にマウスをポイントします。ここで右クリックをします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が表示されました。移動先ブック名のすぐ下は年賀状用住所録と入力されています。
このファイル名です。こちらの右側の下向きの矢印をクリックします。新しいブックをクリックします。左下のコピーを作成するをクリックしてチェックを入れます。画面のようになりましたら OK ボタンをクリックします。新しいファイルが表示されました。このファイルはシート、キミオさんのシートだけがコピーされて、他のシートはコピーされていません。ではこちらに名前をつけて保存したいと思います。ファイルタブをクリックします。名前をつけて保存をクリックします。今回は分かりやすいようにこのパソコンのデスクトップに保存したいと思います。この PC の中の参照をクリックします。デスクトップをクリックします。ファイル名はキミオの住所録と入力します。画面のようになりましたら保存ボタンをクリックします。デスクトップにキミオさんの住所録が保存されました。では一度キミオさんの住所録は×ボタンで閉じておきます。もともと開いていた年賀状用の住所録、こちらは最小化ボタンを押して非表示にしていきます。デスクトップを見ていただきますと、キミオさんの住所録が保存されています。ではタスクバーの Excel 年賀状用住所録、こちらをクリックして、もともとの住所録、こちらを開いていきます。シート名、シートの見出しはタミコさんをクリックします。こちらも同じように別なファイルに保存したいと思います。シートの見出し、タミコさんの上にマウスをポイントします。右クリックします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が表示されました。移動先、ブック名、年賀状用住所録と入力されている右側の下向きの矢印をクリックします。新しいブックをクリックします。コピーを作成するをクリックしてチェックを入れます。画面のようになりましたら OK ボタンをクリックします。新しいファイルが作成されて、こちらはタミコさんのシートだけがコピーされました。こちらも保存しておきます。ファイルタブをクリックして名前をつけて保存。この PC の中の参照をクリックします。デスクトップをクリックします。ファイル名に入力されているものは消していただいて、こちらはタミコの住所録と入力します。できましたら保存ボタンをクリックします。ファイル名にタミコの住所録と表示されました。ではこちらも右上の×ボタンで閉じておきます。シート、ひろみさん、シートの見出しをクリックします。シート、ひろみさんが選択された状態で、シートの見出しにマウスをポイントします。右クリックします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が表示されました。移動先、ブック名、年賀状用住所録と入力されている右側の下向きの矢印をクリックします。新しいブックをクリックします。先ほどまでコピーを作成するにチェックを入れて OK を押しましたが、今回はこのコピーを作成するにチェックを入れずに OK を押してみます。同じように新しいファイルが作成されましたが、先ほどまでと違いますのは、ひろみさんのシートはコピーされずにこのまま消
切り離されて新しいファイル、こちらの方が作成されたということになります。コピーを作成するにチェックを入れる入れないは用途によって変えていただければと思います。今回は練習のためにコピーを作成するにチェックを入れるパターンとチェックを入れずにシートを切り離したパターンの練習を行っています。ではひろみさんのシート、こちらのファイル名をつけていきましょう。ファイルタブをクリックして名前をつけて保存をクリックします。この PC の中の参照をクリックします。デスクトップをクリックします。ファイル名はひろみの住所録と入力します。入力できましたら保存ボタンをクリックします。ひろみさんの住所録が先ほどのファイルから切り離されて作成されました。ひろみさんの住所録は右上の×ボタンで閉じていきます。最後にひろみさん、たみこさん、連名、こちらも別なファイルに保存していきます。ひろみ、たみこ、連名の見出しの上にマウスをポイントして右クリックをします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が表示されました。移動先、ブック名、年賀状用住所録と入力されている右側の下向きの矢印をクリックします。新しいブックをクリックします。今回もコピーを作成するにチェックを入れずに OK ボタンをクリックします。ひろみさん、たみこさん、連名のシートは新しいファイルにコピーされました。もともとのファイルにあったシートは切り離されて新しいファイルに移りました。ではこちらにも名前をつけていきましょう。ファイルタブをクリックして名前をつけて保存をクリックします。この PC の中の参照をクリックします。デスクトップをクリックします。ファイル名はひろみ、たみこ、連名の住所録と入力します。ひろみ、中天、たみこ、連名の住所録、入力ができましたら保存ボタンをクリックします。ファイル名がつきました。ひろみさん、たみこさん、連名の住所録のファイルは右上の×ボタンで閉じていきます。ひろみさんのシートとひろみさん、たみこさん、連名のシートはこのファイルから切り離しをしましたのでシートは3枚になりました。年賀状用住所録のファイルを最小化ボタンで非表示にしておきます。このようにデスクトップに新しいファイルとして4種類のファイルが作成されました。ではタスクバーより年賀状用住所録のファイルをクリックして再表示させます。君尾さんのシートとたみこさんのシート、こちらはコピーをしていたので今も残っています。住所録家族の全員分が入ったシートがありますのでこの2つのシートはもう削除しても大丈夫です。削除をする操作をしていきましょう。君尾さんのシートにマウスをポイントします。クリックをして選択します。ホームタブよりセルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックします。シートの削除をクリックします。このシートは完全に削除されます、続けますかという確認のメッセージが表示されます。中にデータがあるけれども消してしまいますがよろしいですかという意味のメッセージです。今回は新しくデスクトップにファイルを作りましたのでこちらは消してしまいましょう。削除ボタンをクリックします。年賀状用住所録のファイルにあったシートが削除されました。たみこさんのシートもデスクトップに新しいファイルとして作られていますのでこちらも削除していきましょう。
シートの見出し、タミコさんの見出しの上でマウスをポイントします。今度はこの上で右クリックをします。こちらにも削除のマークがあります。クリックをします。このシートは完全に削除されます、続けますかというメッセージが表示されます。この操作は先ほどのホームタブよりセルグループの削除ボタンの右側の下向きの矢印をクリックしてシートの削除を選択したのと同じ操作になります。このメッセージから削除ボタンをクリックしてタミコさんのシートも削除しましょう。これで年賀状用住所録のファイルには先ほどたくさんのシートをコピーしましたが、住所録家族という元のシート1枚になりました。切り離したファイルがこのデスクトップにありますので、このファイルにはシートがなくなっていても大丈夫です。ここまではよろしいでしょうか。年賀状用住所録は1枚のシートになりましたが、先ほど新しいファイルに切り離しました差出人ことの住所録、こちらをやはりこの年賀状用住所録にくっつけておきたいという場合もあるかと思います。一度年賀状用住所録のファイルを対象化ボタンで非表示にしておきます。キミオさんの住所録、デスクトップに新しく作ったファイルです。こちらをダブルクリックして開きますと、対象化していた年賀状用住所録も合わせて表示されます。ではこの新たに開いたキミオさんの住所録のファイル、こちらのシートの見出しにマウスをポイントします。右クリックします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が表示されました。移動先ブック名、こちらはキミオの住所録と入力されています。こちらの右側の下向きの矢印をクリックします。年賀状用住所録、こちらをクリックします。挿入先というところは末尾へ移動をクリックします。この状態でコピーを作成するをクリックしてチェックを入れ OK ボタンをクリックします。そうしますと年賀状用住所録のファイルにキミオさんのシートが追加されました。では年賀状用住所録を一度最小化し、キミオさんの住所録は×ボタンで閉じておきます。年賀状用住所録には住所録家族全員の宛名情報が入っているシートとキミオさんの宛名情報、こちらの2つのシートで構成されています。年賀状用住所録を最小化ボタンで最小にしておきます。タミコさんの住所録、こちらをダブルクリックをしてファイルを開きますと年賀状用住所録も合わせて表示されます。ではタミコさんの住所録のファイルを選択しましたら、シートの見出し、タミコさんのシートの見出しの上で右クリックします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が表示されましたら、移動先ブック名タミコの住所録と入力されているところの右側の下向きの矢印をクリックして年賀状用住所録をクリックします。挿入先は末尾へ移動をクリックします。コピーを作成する、こちらをクリックしてチェックを入れましたら OK ボタンをクリックします。年賀状用住所録のファイルにタミコさんのシートが追加されました。タミコさんの住所録は右上の×ボタンで閉じていきます。シートを追加する場合には、追加したいシートをあらかじめ開いておく必要があります。では年賀状用住所録のファイルを最小化しておいて、ひろみさんの住所録をダブルクリックします。ファイルが開きました。ひろみさんの住所録も年賀状用の住所録に追加をしていきましょう。シートの見出し、
ルミさんの見出しの上で右クリックします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が出ましたら、移動先ブック名、こちらは年賀状用住所録をクリックして選択します。挿入先は末尾へ移動をクリックし、コピーを作成するにチェックを入れて OK ボタンをクリックします。シートの末尾にひろみさんのシートが追加されました。ではひろみさんの住所録は右上の×ボタンで閉じておきましょう。最後に連名のファイルももう一度年賀状用住所録に追加をしていきます。年賀状用住所録のファイルは最小化しておきます。最小化しておりますのはファイルがデスクトップにあるので分かりにくいために最小化をしています。操作ができるようでしたら最小化しなくても大丈夫です。ではひろみさん、たみこさん連名の住所録をダブルクリックをして開いていきます。連名の住所録が開きましたら、こちらを年賀状用の住所録に追加していきます。シートの見出しの上にマウスをポイントしましたら、右クリックをします。移動またはコピーをクリックします。移動またはコピーの画面が出ましたら、移動先ブック名、こちらは右側の下向きの矢印をクリックし、年賀状用住所録をクリックします。ルミさんのシートの右側にコピーをしたいので末尾へ移動をクリックします。コピーを作成する、こちらにチェックを入れて OK ボタンをクリックします。年賀状用住所録に連名のシートも追加されました。このように切り離した住所録もまた追加することができます。よかったら私たちと一緒に練習しましょう。いかがでしたでしょうか。住所録を使って Excel のシートをコピーしたり切り離したり削除したり、また元の場所に追加したりという操作の練習を行いました。住所録に限らず毎月つけているシート、こちらをたくさんになってきたので切り離したり、別に作ったシートを追加したりという操作をすることができます。この動画を参考にして練習してみていただければと思います。また年賀状の季節、Excel で住所録を作成し、ご家族の分も一緒に作るという方もいらっしゃるかと思いますので、その際はこちらをご覧になって作成してみていただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい。楽しい。パソチャTVまた見てね。